今瞑想中に前半ちょっとめちゃくちゃ咳がしたくなったんですけど、で、人間の体で言うと副交感神経がやっぱ瞑想するとめちゃくちゃ優位になるので、気管支って縮小し始めるんですね。だから咳がしたくなる環境にはなるんですけど、そこで今ここで咳しちゃいけないって思うと抵抗になるから、これ思考ですよね、しちゃいけないっていうのが抵抗になるからよりしたくなっちゃうんですよ。で、私何をしたかって言ったら、いつでも咳していいよって受け入れてあげたんです、一旦。そしたらね、いいよいいよ、全然出しゃいいんじゃねっつって、そしたらなんかシュワシュワシュワって収まったんですね。で、こういう時に咳したいっていうインスピレーションが降りてる時、今こういう場だから咳しちゃいけないって、咳をすることが問題ではなくて、咳をすることがいけないんじゃなくて、咳をしたくなっているにもかかわらず咳をしちゃいけないって思ってる自分が問題なんですね。なので、思考とインスピレーションをちゃんと分けてあげて、インスピレーションに対して従ってもいいし、それを一旦受け入れるっていうことをしてあげれば、なんか痛みとかも